1990年代、ストリートファイター2が登場し、それを皮切りに格闘ゲームブームが巻き起こる。ハイスコアガールは、この古き良き時代を背景に、下町のゲームセンターでアーケードゲームに熱を上げる少年たちの青春を描いた物語だ。2018年7月、このテレビアニメがついに放送を開始する。アニメ制作を手掛けるのは、業界のトップを走る JC スタッフと小学館ミュージック&デジタルエンターテインメント。メインスタッフにはゲームが好きなメンバーも数多く参加している。実は本作は過去に一度アニメ化を断念している。今回さまざまな関係各所から協力を取り付け、満を持してアニメ制作が再始動となった。松倉雄二、アニメハイスコアガール制作統括プロデューサー。この作品を誰よりも愛し、制作の核を担う重要人物である。そうですね、もともとハイスコアガールのそのアニメ化っていうことについては、実はその途中で中止になった段階のものも私がやってたんですね。で、そのスクエニさん編集部の方と、でもやっぱ、もう一度再始動したいと、ぜひやろうみたいな話し合いはちょこちょこと実はやってたんですよ。いつかもう一度中止になったハイスコアガールを世に出したいっていう話は、やっていて、で、ある日突然ワーナーさんからハイスコアガールやりたいんですがとみたいな話でちょっとお話いただいて、じゃあぜひやりましょうという形で、始めたのがあれですね。再始動してもういつだったっけかな、もう忘れちゃいましたねこれはアニメ映像の一部、2D で描かれたアニメではなく、ハイスコアガールのアニメでは全編 3D 技術を用いて原作の魅力、そしてゲームセンターの臨場感を表現している。ここにも松倉の強い思いが込められている。今回そのキャラクターも含め 3DCG でのキャラクター表現アニメーション制作をやるっていうふうに舵を切ったのも、そこの考えから、なんですかね、鉄物、形の崩れない鉄物である汎用筐体の中に、どうやってそのゲームの画面を入れるか、もういろんな角度でとにかくゲームセンターを再現していくわけですから、そこに対して常に安定的にこう筐体が絶対存在しないといけない、でそこに対して密着度の高いキャラクターがプレイしなきゃいけないっていう状況がある中で、これをちょっと手書きでやるのは至難の業だとっていうのがあって、そこでじゃあまずは筐体は 3D だと、で合わせてキャラクターも 3D でちょっとチャレンジしてみようかなというふうに思い、ハードルとしてこれをこう今回 3D でやるんですよっていう話をすると、こう反対されるわけですよね。今の日本のアニメ業界だと、ちょっとキャラクターの魅力はどうなんですかねみたいな話をいろいろされて、勝手にプロモーションビデオをその 3D の会社とうちとで作って、ほら今やったらこういう風になるんだよっていう話をですね、こう見せて、安心してください、じゃあ 3D でやっていいですよねみたいな形でね、ちょっとサンプルを作ってやらせてもらいましたね。ゲームセンターを再現することにかなりの労力を、割かねばならんっていう事実がこうどんどん出てくるわけですよ、考えていくと。その中でこうその適正な技術を選んで、ポスターとかそういう店内のその表現してあるものに関してはかなり本物に近いっていうか、ほぼ本物ですね。いろいろ考えていましたね。独特な世界観で視聴者を引き込むハイスコアガール。ゲームを通じて描かれる少年少女の青春を描いたこの物語はこの後どうなっていくのだろう。制作者たちの強いこだわりが込められた本作、ぜひ細部までご覧いただきたい。